大石英吉から1947年は、日本の技術者、大日本帝国海軍二師。初代海軍省海軍管制本部海軍技術、研究所研究部長。1893年東京工業学校機械、工芸部機械科卒業。1896年大日本帝国海軍、横須賀府兵器工場海軍技手に着任。 1900年からイギリスに出張し、1904年に帰国すると海軍技師に就任。1916年海軍経理、学校教官兼任1917年造兵省製造部長。1923年に海軍管制本部に海軍技術研究所が設立されると同研究所の初代研究部長に就任し、 海軍管制本部技術会議会員も兼務した。1924年医学大官、14位、日本工学工業取締役。1933年退任。1935年倉前工業会理事長。1937年退任。AB 海軍の科学技術開発組織、河村豊、旧日本海軍の電波兵器開発過程を事例とした。 第二次大戦期日本の科学技術動員に関する分析一助人及び事例大石栄吉 P444 官房1916年6月20日元海軍技師大石栄吉特使所位の県アジア歴史資料センター日本工学工業50年の歩み渋沢写真データベース蔵前工業会創立100周年記念特集社団法人蔵前工業会 P59 2019年11月23日閲覧元山進む人事更新読データベースありがとうございます